青森公立大学は、青森県青森市大麻合志沢麻山崎153の4に本部を置く日本の公立大学である。1993年に設置された。青森市と東津軽郡の町村による一部事務組合の、青森地域広域事務組合により、1993年に設置された。2009年4月より、青森市が設置する、 公立大学法人青森公立大学が運営、設置者である。略称としては前述の、青高台のほか、公立大、APC、オブマリパブリックカレッジより、APU、オブマリパブリックユニバーシティよりが用いられる。多くのことを教えすぎないこと。教えるべきことは徹底して教えること。常に、なぜかの問いを発し、自らの頭で考える、知的訓練を課し、 想像力を育てること。教育に責任を持ち、社会に対して教育の質を保障する。地域に開かれた大学として、地域社会の発展に貢献する。青森公立大学は、成績評価指標として、GPA 制度を導入している。累積、または、登記 GPA が、所定の数値を満たし、優秀な成績を収めた学生に対しては、表彰が行われる。 成績優秀者表彰制度が存在する。一方で、一定期間続けて GPA が所定の水準に達しない学生には退学を勧告する。これは学生の履修責任を明確にすることで学びの質を保障する狙いのためである。開学当初、地元の進学高校からは、うん国大と揶揄されることがあった。その一方で、 開学初年度の入学生に対しても、出席不足、成績不足の学生には厳しく留年措置を取った。1988年、青森市議会定例会において、当時の青森市長、工藤忠が、市が主体となった、公立大学の設置を表明。1990年青森、公立大学設置促進規制会の発足、署名、募金活動を開始され、 1993年に開学した公立の大学である。公立とはいえ、実態は地元の金融機関並びに商社が出資の大半を占める。したがって経済学部のみの設置となった。これは本学の地域や国内外の人々との交流のシンボルである。国際芸術センター青森の徹底レポ。ありがとうございます。